上大田にあった、自工寺の跡。向かって、右端の山が松が、霊城。左端の山の山頂に、寺の遺構が残る。手前の高地化された土地に、城下町の松小屋が存在した。道主家、磯野の持ち宝院に現存する上、大田自工寺の山門桜式れ川に現存する、自工寺自工寺は、栃木県八板市にあった、新温州の寺院である。 八板市の大技の上、大田と川崎反町の二箇所に存在したが、それぞれ現在は、廃寺となっている。上、大田の事故寺は、三号を、小松山、陰明を、慶雲院といい、松が、霊城の城主岡本氏の菩提寺として、十五世紀末頃に、松が、霊城の南方、城の堀切りを挟んだ尾根続きの山頂に築かれ、現在もその遺構が残る。城石は、 現在も寺寺山、寺中山の名称で呼ばれ、正寺名としても、常寺中、家寺中で、名が残る。岡本氏が城を移し新たな菩提寺を創建すると、その新しい菩提寺は、相当宗で別宗派であったこともあり、旧菩提寺である寺光寺は、急激に衰退し、1616 16年に廃寺となる。この時、寺の山門が、寺の北にある同宗派の寺である。 持ち高ラインに移築され現存しており、現在は八い市指定の文化財として保護されている。周囲には自光寺にあったであろう、五輪塔や乱塔が散在している。川崎丹町には、正寺名に自光寺があり、そこに寺があったと言われる。寺は、正確に言えば、廃寺となったものではなく、現在の桜式鶴川に移転しており現存している。しかし、いつの時代に、 いかなる経緯で移転に至ったものかは不明である。そのため、寺の三号や陰号、あるいは、それが元々あったものかどうかは不明であり、その歴史も不明である。しかし、解散として、海の層の名が残る。また、きつ川の事故時は、三号をきれ山というが、これは、きつ川移転後に付けられた三号であろう。ありがとうございます。